佐伯、火曜日に虐げられる、阪神、0、1の完封負け。佐伯の苦闘を無視した野シたちに憤り、打線の振るわぬ無責任、佐伯に侮辱。25日、倉敷中日1、礼、阪神、元阪神の守護神で、1985年の日本一を成し遂げた功労者であり、2005年のリーグ制覇時には投手コーチを務めた中西清樹氏。 61が試合を注意深く見守った。この試合では新たな火曜日の顔として先発した25歳の才木弘と投手が8回を投げて1失点と素晴らしい投球を見せたがチームは1、0で敗れた。特に打線が援護できなかったことを厳しく指摘しこの戦いで才木を犠牲にしてしまうつもりかと選手たちにさらなる奮起を促した。阪神のヤシたちは 再起を火曜日に先発させる戦略の意図を理解していたのだろうか中日の先発投手小笠原の投球も見事だったが阪神のヤシたちからは食い下がる姿勢や情熱が見られなかったこの例一の完封負けは最悪の結果であり特にエース級の再起を起用しての敗北は重いものとなった火曜日の先発投手はチームの中心であり6連戦の序盤戦で勝利を積み重ね 最低でも2勝1敗のスタートを切りたいという思いがある。才木の前には、昨季の MVP である右腕、村上が起用されていた。村上の防御率はリーグで9位の2.12だが、勝ち星が伴わないのは打線の援護不足によるもので、6試合連続で勝てないという負のサイクルに陥っている。次は才木まで犠牲にするつもりか、という話である。もちろん 相手もエース投手を投入するので容易な攻略ではないが、限界もある。今シーズン、打線が勝利に貢献した試合はどれだけあるのだろうか。前回指揮を執った際には、投手コーチを務めた岡田監督も、投手陣が好投しながらも得点できない試合が続いた際には、打撃コーチに対して厳しくいい加減にしろと言い合ったことがあるという、投手陣を守ることはコーチの最大の責務であり。 特に火曜日に勝利できないのはペナントレースに大きな影響を与えるからだ。野シたち、そしてチーム全体に対して一度、火曜日の再起という戦略を再考してほしい。もちろん、火曜日だけでなく、すべての試合で気合いを入れ直してほしい。防御率1.36の西優を含む先発投手たちが、3勝3倍の成績で終わる試合が多いこともあり、それぞれ1、2勝を増やせたはずだ。 このままでは7月や8月といった勝負どころで、リリーフ陣を含めた投手陣が持ちこたえられないかもしれない。この敗戦を苦い教訓とし、しっかりと心に刻んでほしい。ファンの反応、今年は対戦する投手に対して押し切られるような感じがしますね。ゲッツーを求めれば、バットを振り抜くことなく三振で片付ける。外野フライを避けるために内野フライやゴロを打たせるべきです。 相手投手が苦しむような打撃ができれば、アウトであっても試合の流れは変わるでしょう。全くその通りです。打者たちに何とかしようとする意欲が感じられないのが残念です。じっくりと構えることなく、なんとなく打席に入り、なんとなく来た球をボン出してしまう。打席に真剣さが感じられません。この繰り返しが今年のタイガースの特徴です。振りが鈍重です。 バットのコントロールがうまくいっていないようですね素振りの練習をしているのでしょうか疑問符がつきます痛い一杯ですね才木が週頭の火曜日を制するために全力を尽くしたものの負けてしまったことは大きな打撃ですエースがマウンドに立つ時にはどんな状況でも勝つための意気込みと工夫が打撃陣にかけています相手もエース投手だがそれに打てない打線というのはとことん粘り強く 走らせるることでで相手にプレッシャーをかけるべきですね打撃が良い兆しを見せるときに勝利しなければ意味がありません。リーグ全体が混沌としており、目立たないが、少しでも隙間があれば確実に置いていかれてしまうでしょう。岡田監督、完封負けにも動じず、今までのゼロとは違うんだ。阪神は25日の中日戦、倉敷で0、1で敗れた。今シーズン10度目の完封負けとなったが 岡田伸監督66はこれまでの敗戦とは異なる感じだろうと述べ、低調な打線に対して一定の評価を与えたこの試合で最大のチャンスは両軍無得点のまま迎えた4回だった森下が先頭打者として中前打で出塁するも大山は遊撃併殺ださらに西後に前川、佐藤輝が連打を放ったが梅野が遊撃ごろに倒れ先制点を奪えなかった それでも岡田監督は、あまり悪い打球ではなかったけれど、大山のもね仕方ないよ、直球を正面に打たれるということは、相手投手のボールが良かったということだろうと述べた。9回にはマルティネスからも西一二塁の好機を作ったが、糸原が空振り三振に倒れ、ゲームセット。それでも岡田監督は、今日はまあ、内容的には良かったよ。9回で ランナーを出せばチャンスはあると思ったけどねと振り返った先発の才木は今シーズン初のシュートを登板で8回を投げて6安打1失点8奪三振の好投を見せたしかし味方の援護がなく今季2敗目を喫したそれでも岡田監督はいつも通りのピッチングだったよ火曜日をしっかり任せられそうだねそれはもちろんそういうことさと 引き続き新火曜日の男、最木に期待を寄せている。この敗戦で貯金は1に減少したが、リーグ2位の座は維持。明日26日の中日戦、甲子園では、復活の兆しを見せた打線が爆発することを期待したい。ファンの反応、監督がそう言ってくれてよかったですね。また、月光して打線を変えるのではないかと心配しました。 守備力を総合的に判断すれば、一番勝率が高くなると思います。結局、いろいろなスタメンを試しましたが、得点力や勝率は悪化しています。今年は投手陣が頑張っているものの、打撃が低調であることを踏まえて、ある程度の忍耐が必要だと思います。できれば、保守や遊撃に代打として頼れる選手を補強してほしいです。才木投手が負けたのなら仕方ありません。 4回西満塁のピンチを気合の入ったピッチングで空振り三振に抑えたのは素晴らしかったですね再起投手が珍しく声を張り上げていましたかなり意気込んでいたのでしょうねその後裏の森下選手のヒットでチャンスを作り出し大山選手の打球は良かったもののショート直行の併殺で残念でしたその後の前川選手と佐藤輝選手の連打は素晴らしかったです 特に佐藤輝選手は初球から積極的に打って右翼へのヒットを放ち、9回には0、2位から逆方向のレフトへのヒットも見事でした。今日は相手が左投手の小笠原投手でしたので、スタメンについてはどうなるか不安でしたが、前川選手と佐藤輝選手が共に起用され、また森下選手が3番で打席に立ったことは良かったですね。 9回も西から佐藤輝選手のヒットと代打の渡辺選手の4球でチャンスを作り出したので岡田監督も今日は内容的には良かったと振り返ったのでしょう8回の大山選手のファインプレーも見事でしたねこれからの試合につながる良いプレーでした私は今までと同じ感じがしますねなぜなら今月だけで4回も完封負けをしているからです相手の小笠原投手は試合前2勝6敗ですが 今シーズン阪神に対してはまだ1点も許していませんそのためチャンスはそれほど期待できないことは分かっていたはずですそれでもランナーを出しても走塁を積極的にさせずエンドランなどの動きも見られませんでしたその結果9回裏にはライデル投手相手に代打が次々と出場しただけでしたやはり攻撃の起こし方が遅かったと思います